女性や子育て世代の予定候補者に対する画期的な支援策、日本維新の会はベビーシッター代や保育料の一部を支援します。これをきっかけに各政党でも女性や子育て世代の候補者の支援策、この輪が広がっていくことを期待します。はい、こんばんは。参議院議員の時田俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は2月の16日にこちら収録をしておりますけども、先ほど、馬場伸幸共同代表が記者会見をいたしまして、手前見せながらですね、日本維新の会が、画期的な子育て支援策といいますかね、予定候補者、選挙に立候補しようとする、予定候補者、この挑戦者たちに対する画期的な支援策を発表いたしましたので、これをご報告させていただきたいと、思います。こちらね、ちょっと画像の差し込みで、編集しておきますけども、これですね、私もちょっと制度設計をお手伝いさせていただきまして、この資料も私とスタッフのね、ものが作ったんですけども、これね、ポイントとしてはですね、ちゃんと女性と男性と両方のアイコンを入れたと。最初ね、ちょっと女性のアイコンだけ入れて資料を作ってたんですけども、いや、これはね、いわゆるこのジェンダーギャップというかね、女性だけが子育てするような印象が持たれるっていうのが最近よく指摘されますんで、ちゃんと男性がベビーカーをしているところも入れたというところがね、資料作成の時のポイントだったんですけども、まあそれは置いといて、今回我々日本維新の会が何を発表したかというと、まあ選挙に立候補する。まずはこの2022年に行われる参議院選挙に挑戦をする予定のもので、女性、そして女性に限らず子育て世代の方に対して、ベビーシッター代や一時保育のこの保育料を支援するというような内容です。で、一応最長2ヶ月間、月額上限20万円という形で今は設定させていただいています。まあ、これはもう本当ずっと言われてきているんですけども、選挙じゃ政治活動において、まあ、子育て支援が足りないと、もう女性のね、もう0歳とか1歳とかちっちゃい子をね、産み育てている、この、まあ、女性に限らず、まあ、女性ももちろんですけども、まあ、その世代の方、男性も含めて、やっぱりこの子育てが生活の中心にあるので、で今の政治活動や選挙活動というのは正直体力勝負、根性論みたいなところがあって、もうその朝もう6時とか7時から駅前に立って、まあ、夜もお帰りなさいっつって通勤客に6時、8時、6時から8時とか9時まで駅に立ち続けると。で、昼間はもう車回したり個別訪問したりということで、まあ、保育園通っていてもですね、早朝とかですね、夜とか、全然対応できなくて、やっぱ、できないわけですよね。じゃあその割り切って、いや、そんな時間活動しませんって言って、じゃあそれでいいかというと、まあやっぱなかなか難しいですよね。そういう、ことで勝てるかどうかというのも怪しいですし、その、例えばこの地方議員の方とかがこう応援してても、なんか候補者本人がすいません、6時だから子育てがいるんで帰りますとか言うとですね、まあなんかその地方議員もなんだみたいな批判も出てきたりして、そういうのが人間関係の圧力になってしまうということも側聞します。これうちの党の中の話じゃないですけどね、いろんな党の方々で、例えばその立候補辞退された女性の方とかいるんですよ。まあそれを直接じゃないですけど、一井さやかさんとかね、これ元モームスの一井さやかさんが立憲民主党の全国比例から立候補予定でしたけども、やっぱ子育てと両立ができないと、まあやっぱこういうことを十分サポートしてほしいということでお辞めになりました。まあ一井さんから聞いた話じゃないですけどね、まあとあるなんか他党、とある政党から出ようとしてた女性の方で、辞退した人の話を聞くとですね、やっぱこうなんか子育てがやっぱあって、やっぱすいませんもう6時でちょっとお迎えがあるんでっていうの帰ると、その地元の地方議員さんとかからなんかもうちょっと嫌味を言われたりとかね、そんなね、周りがみんな頑張ってんのに本人帰んのみたいな、こっちがちゃんとチラシ配ってんのにみたいないう形で、こうなんでしょう、不和が、亀裂が生まれてしまって、その選対チーム、選挙のチームが崩壊してしまうとか、やっぱそういうことがね、まあ残念ながらあるんですよね。まだまだこの、それは多分一般の会社もそうなんでしょうけども、子供が熱出したとか、早くお迎えがあるから帰りますというと、なんであいつばっか早く帰りやがってみたいな形でチームワークが乱れるとかね、まあそういうことは、まあこれ民間企業でもあるし、やっぱり政治の世界にもあると。まあこうした中でやっぱりこう、子育て世代の、子育て世代、真っ只中、子育て真っ只中の人たちは、まあ特に女性もそうですし、まあ男性も、やっぱりこの選挙とか政治の世界には挑戦しづらいという環境があるのはもう事実だと思います。なので、まあそれがたちまちすべて解決するわけではないですけども、まあベビーシッター代や一時保育の保育料、まあこうしたものをある程度ですね、党が政治資金からバックアップできれば、負担を担ってあげればですね、まあ立候補しやすくなるんじゃないかと。政治活動もね、まあ8時までは、5時まで保育園でやって、ベビーシッターさんにお迎え行ってもらって、
8時9時まで家で面倒を見てもらうとか、まあ、そういうことができればですね、まあ、夜の駅出しもできるし、まあ、朝もそうですよね。朝7時とかに早朝の、送迎担当のベビーシッターさん来てもらって保育園に送り届けてもらうあげるともらうとかいうのをですね、やってもらえればですね、朝の駅出しもできると、まあ、昼間も土曜日曜とか保育園が幼稚園がやってない時はベビーシッターさんで預けるとか、まあ、そういう形でですね、サポート体制を整えていくということができればですね、まあ、少しでも、まあ、少しでしょうけども、この立候補へのハードルが下がるということが想定されますんで、この制度をまずは日本維新の会は参議院選挙で実施をして、これをちょっとその様子を見ながらですね、さらにブラッシュアップ改善をして、来年の統一地方選挙でたくさんの地方議員の地方議員候補のですね、女性、子育て世代の、もちろん男性も含めてですね、子育て現役世代の候補者を擁立発掘していきたいというふうに思っております。でこの資料にも書かせていただきましたけども、まあ、備考としてですね、まあ、今回この党が政治資金からバックアップするわけですけども、このサポート費用というのはいわゆる政党助成金などの税金を原資とした政治資金ではなくて、党費や寄付などの党一般会計から支出をすると、まあ、いうことで、まあ、これ別にね、政党助成金から当てても違法ではないと思うんですけども、やっぱり原資がで税金ですと、まあ、いろんな、やっぱまだまだなかなかですね、この保育料とかベビーシッター代っていうのに、今民間企業でも経費になりませんし、まあ、こういうところに税金でね、サポートする人には賛否両論出るということも予想されますので、まあ、現段階ではとりあえずはですね、党の一般会計、党費や寄付から集めたお金からこの費用は出してサポートするということで、試行錯誤しながらやっていきたいと思います。まあ、ということでね、我々日本維新の会、本気でですね、この、女性の政界進出、子育て世代の政界進出というのを応援していきたいと思っております。参議院選挙もそうですし、まあ、統一地方選挙に向けても、候補者を、絶賛募集中、発掘中でございまして、もう各地で維新塾というのもやっておりますし、本県維新塾も、今週か来週ぐらいには塾生募集が始まると思いますので、ちょっと子供が小さいから、政治活動できないなと、時間がね、できないなと思っている方もですね、まあ、こういう制度が、参議院選挙も、次の地方選挙も、使えるはずですので、ぜひ、ご検討、政界への挑戦というのを検討していただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、そして、この YouTube チャンネルには、チャンネル登録や、いいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。